衛省が、フィンランドのパトリア社製 AMV と、三菱重工業が設計、開発した共通戦術装輪車の両方を選定し、量産、配備する方針を発表しました。今回は、三菱重工設計の一路、駆式機動戦闘車ベース量産体制、及び日本製鋼所の新挑戦、陸自に、新型装輪装甲車が、続々登場などについて見ていきます。2024年1月25日、防衛省は、陸上自衛隊の重要装備品の中でも旧式化しつつある96式装輪装甲兵員輸送車の後継について発表がありました。フィンランドのパトリシア製装輪装甲車 AMV については今までに発表されていましたが、それに加えて三菱重工業が設計、開発した共通戦術装輪車を選定、量産して購入するということです。その後、各部隊に配備する方針を決定したというのが発表の内容です。AMV とは、アールモイド・モジュラー・ビアクル・装甲モジュラー車両の略称だそうです。共通戦術装輪車とは、現在、陸自への配備が進められている装輪、8輪の一路、駆式機動戦闘車の車体をベースとした装輪装甲車ファミリーの呼び名です。機動戦闘車としての機能だけではなく、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発も進められているそうです。防衛省は、共通戦術装輪車の開発について、2018年1月、三菱重工業と、共通戦術装輪車システム設計への開発契約を結び、翌2月、小松製作所とも、共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約を結びました。しかし、試作車の防弾板などでの不具合を理由として、防衛省と小松は、開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表しました。その後、2018年6月2日には、開発計画は白紙になったという発表があったのです。装輪装甲車、改めとも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が正式に発表されたのは、7月27日のことでした。B 計画がなくなったわけです。そのため、98式装輪装甲車の後釜として、フィンランド製のパトリア AMV の採用が決定されました。理由としては、比較運用試験で、三菱製の試作車両より、こちらが優れた性能を示したからです。2023年度防衛予算には、次期装甲車取得費用として、136億円26両分が計上されていますから、日本の国内企業によるライセンス生産の道筋も示されていたわけですね。2023年8月31日、防衛装備庁は、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV を派生型も含めて810両を購入すること、1両あたりの運用期間を20年とすることを発表しました。そして、9月1日には、パトリア社から、日本製鋼所との間で、パトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したと発表がありました。同社は、防衛省を通して、陸上自衛隊に、最新の装甲車両を納入するため、日本製鋼所と強力なチームを結成するという意気込みを示していました。やる気満々ということで心強いと感じた人も多かったでしょう。ちなみに、パトリア AMV-XP は、基本型の AMV の改良型ということです。パトリア AMV-XP ですが、1995年、平成7年、それまで、フィンランド軍で使用されていた6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発がスタートしました。当初は、6輪式と8輪式だけでなく10輪式車両も試作されましたが、後に製作は中止され、AMV は、8輪タイプが主流になりました。この車体の防御力は非常に高く、TNT 火薬なら 10kg までの爆発に耐えられるそうですし、地雷や IED、足跡爆発装置に対する防御能力にも優れているそうです。また、車両前面の装甲は口径 30mm までなら、戦車などの装甲を貫くための装弾頭付け翼安定鉄鋼弾アプフスズの直撃に耐えられるとされています。乗員3名のほか、兵員室に12名が搭乗できるので、
96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いことになります。また機動力も高く、不整地走行における速度と上り坂つとむのみならず、乗員の乗り心地までも高レベルで両立させているので、兵員の疲労が少ないと見られます。さらに、車体後部の左右に、水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えているので、水上航行性マックス時速 10km も有しています。そして、AMV 最大の特徴は、モジュラー構造で車体が設計されていることです。各種砲塔、兵装、センサー、通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用できるので、ほぼ、同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車、歩兵戦闘車、指揮通信車、装甲救急車、戦車駆逐車、地走り迫撃砲、機動砲車両など派生型を簡単に製造可能なのです。こういった事実は、様々な軍用車両製造コスト削減につながりますし、整備性の向上にもつながり、戦場での稼働率向上にも貢献すると考えられます。今回発表された共通戦術装輪車は、パトリシア AMV 構想を参考にしたとみられています。そして、配備開始されているヒトロ、駆逐機動戦闘車を土台にして、各種車両の開発も進められているのです。共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは3種類あり、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘車型です。この3種類について説明しますね。歩兵戦闘車型は8輪の装輪式歩兵戦闘車です。車長、砲手、操縦手の乗員3名によって運用されるのですが、他にも8名が乗車できます。武装は、マーク44、30mm 機関砲とマーク52、7.62mm チェーンガンです。この車両は、兵員が搭乗している後部にカメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどを装備し、陸自が現在運用しているは、地7式偵察警戒車の後継車両的扱いになるのではないかと推測されています。機動迫撃砲型は、車長、操縦士、照準手、砲手、弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲で、車両後部に2ラウンド 2M 迫撃砲を搭載します。偵察戦闘車型は、車長、砲手、操縦士、監視員、石膏員の5名が運用し、歩兵戦闘車型と武装を搭載しています。防衛省は、共通戦術装輪車の機動性能や火力などについて評価し、ヒトロ駆逐機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び、偵察戦闘大隊への配備する計画のようです。従来の連隊は、単一職種で構成される最大の部隊単位だったのですが、即応機動連隊は、ヒトロ、駆逐機動戦闘車を含む装輪装甲車などを保有し、機動力と輸送性を高めた初職種部隊で編成されているそうです。平時から初職種部隊で編成されているので、有事への即応性が高いとされています。聞くところによると、共通戦術装輪車の歩兵戦闘車型量産型1両あたり単価は約 9.3 億円とされ、ライフサイクルコストは約2615億円、約150両取得を想定しているとか、機動迫撃砲型の量産単価は約 8.6 億円で、ライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するらしいです。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ装輪装甲車を2種類も購入することに対し、共通戦術装輪車の他にも、さらにコストがかかる AMV の購入は中止すべきという批判的意見があるそうです。そりゃそうですよね。なんといっても、目玉が飛び出るような金額ですから。納税者としたら気になります。とはいえ、共通戦術装輪車は、2024年度防衛予算で、歩兵戦闘車型24両及び機動迫撃砲型8両の調達を予定しているだけだし、量産化されていないから、即応機動連隊への配備完了までには、時間がかり、有事の際に役に立たないという不安があるのも確かです。そのため、まずは量産化されて、800両以上の調達可能な AMV を運用しつつ、
共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのが合理的という反論があります。また、国内の防衛産業を維持、成長させることが国防上の最重要課題なので、防衛装備品の国産化と、兵器分野の最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことが必要という意見も多いようです。防衛省が令和5年度事前の事業評価評価書一覧なる文書を発表したのは9月8日のことでした。その中には17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった当初防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦地対地精密誘導弾や、実際の新地対艦地対地精密誘導弾とは、一体どういうものなのか、見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度、事前の事業評価、評価書一覧は、R5 事業評価と書くことにします。最初に、この事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は、島国で、離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や、太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべれば、よくお分かりでしょう。正式な日本の島の数は、かなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては、脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は、沖縄では、なく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると、本州等から十分届く射程を持った兵器、進行部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、敵には、複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型についてわかったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは、1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか？コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸三式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイド、スラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。
愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでもマルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務にあたる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや、中国の対艦弾道ミサイルと、極超音速滑空ミサイルなどが、迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に、能力向上型新艦対空誘導弾が、弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では、空気の密度が薄いので、空力操舵では、細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して、高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、03式中距離地対空誘導弾、改めの改良型である、03式中距離地対空誘導弾、改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。03式改めや能力向上新機分は、果たして、どんなフォルムや仕様になるのか、現状では、全く情報は入ってきません。仮に、アメリカのパトリオット防空システムのPAC-2GEMTのようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、PAC-3 のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。03式中ザム、改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに。兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかな?と邪推してみたり。タイトルにはPAC-3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部PAC-3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、PAC-3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃する者に人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、03式中ザム、改め系統 A もサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには、噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので、共通になります。PAC-3 型がいいのか、アスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。